よっしゃ、じゃあ、あそこまでやり直すよ。はーい。もう俺がやろうか、ほんじゃもう。うん、行って。スイート行くわ、うん。ポルテでも食うとけや。食うとくわ。俺の分の残しといてな。まあ、本編はさ、キーボード限定でやっとるから。うん、手間取っとる部分いろいろあるけども。うん、今俺これ、コントローラーに割り当てたから。ほやね。一瞬やと思うで。なんせ俺はクローインヘルツ10分足らずでクリアする男やから。な。うん、ポルテに夢中すぎるやろ。うん、美味しいもんな、でもポルテはな。で、このネイジがすごい俺のハンドルネームに似てるっていう。そんなんどうでもええわ。まあ、サクッと行くわ。お、行って行って。仮眠取っといてくれてもいいで。マジで？うん。眠くないねんけど、どうしよう。睡眠導入剤かなんか飲めや。お前、怖いこと言うな。まさかお前、最近の、あの事件の、あの女ではないやろ。待て！それ以上言うな。動揺しとるやんけ、明らかに。あんまりそういうこと言うな。へぇーへぇーなんか死んでったらええねん。こんなもん。まあ、生きりゃええからな。そうそう。言うてしまえば。死なへんことに気を取られるあまり、なんていうの。ほらおぉ早い。へぇーよいしょいはい関係あれへんなもん。コンティにしちゃったやん、いくらでも。うぃーで、降りてー急ブレーキの右左逆やで、横穴にうぃーおーで、下にいーよふぃープリッ難易度が全然違うな、もう。まるで違うな。めっちゃ簡単やぞ。ほら。はいはい。一回ここで着替えたかった。なるほど。二回着替えたな。三回着替えたぞ。一周回って元の服になったわ。こいつなんなんやろ。ういーよいしょいー言いながら割と慎重になってきたんやけど。おー。うっそー。余裕すぎてほんま抜け毛が絶えへんわ。どっか心配してる風やん。スペースバーも割り当てたよ。おー。もうこんなん落として、うん、触らずに行くからね、もう。まあ、その結果はこれやわ。調子乗るとあんま良くない。良くないね。結局飯食いに行ってへんねんな。そうやな。腹がな。あんまり腹減ってないってことで。だって俺、ケロクコーンフロスティ食うたもん。ポニーザタイガーおすすめのケロクコーンフロスティ食うたもん。お前、まさか、いや、ええわ。やめとこう。トニー、できないよー。大丈夫。あれ、トニーや。うん。まあ、だいたいこう、スポーツやんか、あれ。うん、スポーツやっとったら、あれ、なんやこれ。トニーが出てきてさ、うん、スケットとかしおるやん。うん。トラ入ってきたらあかんと思うね。なるほど。グラウンドとかに。何に当たったんや、今の。あいつボール蹴っとったよ。勝手に入ってきて。勝手に入ってきてな。ボール蹴ってる分はまだええわ。勝手にダンクしおるときあるやろ。何してんねんと思うよ。ええとこ見せたかったんやろな。うん。っていうか、俺はできるよっていうこと。アピールじゃなかったよ。お前らはできへん。俺はできる。最悪や。お前らはこのケログコーンフロスティを食った後によほど努力すればできるかもしれん。俺はできる。食わんでもできる。コーンフロスト関係ない。努力やんけ。才能か。ずっとぼんやりしたまんまやな、これ。死なんかったら。死ぬまでか。じゃあ、ここで治るの。よし。こんなとこもまあ軽いもんやで。あったな、こんなん。
この辺で何分かかっとったっけ？こう来るまでに。かなりの時間とかな。費やしたよな。50分とか言ってたよ。なんか。死んだ死んだ。これですよ。よしよしよし。うわぁ、ほんまコントローラー、コントローラー考えた人すげえわ。まったく。おぉ。すげえな、上下左右がこんなにスムーズに入力できるなんて。ほっ。よし。うーわぁ、ここ大変やったよ。でも一つ分かったんがさ、うん、もう絶対キーボードでやらなあかんよ。そうやな。これだけ楽やった。これほんま、でも、あれやな、正解やったな、キーボードでやって。うん、これ、コントローラーで最初からやっとったら、ろくでもない、ほんまに思んない動画な、撮ったわ。まあ、思んないっていうのは、まあ、俺の考えるやけどな。まあ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 。サクサクが、あかんと、別に思わへんから。っていうフォローもしとくでよ、俺は。ここは行き過ぎるパターン。帰りに取るわ。鍵を？うん。おう。え、ちょっと待って、もうほとんど、取り返してないか。あと扇風機ゾーンぐらいやろ。うん、え、早っ！来たねー。うん。おぉ。うん。あ、早いもんやね。そうさ、タイガーのように、ごめん。歌いたくなってもて。シューン。何、バーチャファイターの水拳を使う、そうそう。PP した経験おすすめやで。あれな。名前、ジョージョーゲーゲー。ゲー、ジョージョーゲージョーな。お酒入ってると、連続技になるからね。強いよな、うん。パンチが入った時点で。あれ？結構しんどい。じゃあ、俺、おじいちゃんのな、技名ではもう、連環前線総体っていう、技名が、もう、ずっと頭に残ってて。下 P プラス K やな。うん、下 P プラス K。KKK か。そうそうそう。連環前線総体、かっこよすぎるよ、名前。名前はすごいな。ああ。よしよし、落ち着いてる。おい、危ねえ。2回目やのに びっくりした。あ、ここな。こんなんもあったな。あったあった、もうこんなもん。俺もう両手で鼻ほじりながらいけるわ。お前の第三の手、どれやっぱ片手にしとくわ。両手でほじるとさすがに難しかった。ほいー。ほいー。ほいー。よし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 。やっただす。うわ、何やったんけ、それ。あ、テムジンや。ようわかったな。龍吾の原通も。なんでなんやろ、なんで覚えとんやろ、むしろな。別に天神使ってなかったしな。うん。なかなか難しいな、このゲーム。スイスイとったわよ。コントローラーでやって、うわぁ危ない。コントローラーでやってこんなに死んでしまうとは。この俺が何ははは。ごめんって、怒ってんの？まあ確かに、俺の立場がないからな。クロインヘル2。コントローラーでやりましたよ、俺。私あのゲームコントローラーでやりましたよ。後半上手かったよ。馴染んだ時が確かに強い。ディオ的な。ディオ的な。発想で。やっぱ馴染んだら時止める時間も長いしな。カラスの後ろ側に回ってつまむことができたからな。ゲームの中入ってる能力の方がすごいやろ。時止める云々よりも。ジョジョ面白いわ。ジョジョおもろいな。今のは？ん？なになに？今の？あれ、むずいぞ。なんか繰り返してんねんけど。あれ、ジジイはさ、スティールボールランを呼んでんの？ジャンプでやってた頃までのやつは呼んだな。ああ、そうなんや。今も続いてるんやろ、確かに。続いてる。
なんで続いてる続いてる。うん。よ、あれおい、大丈夫か大丈夫だっす。腹立つ。ほら、キャラ変えたから。どうしよう、どういうキャラで言ったらいいんやろ。こちらは、ね、歯車のようなものが回転しておりますが、この上はですね、通れずに死にます。そしてですね、もう一度ですね、やり直し。こうチェーンがですね、まあ、振り子のように、ブラブラとしておりますね。これ、まあ、放っておいたらいつ、まあ、そのうち止まりそうなものなんですけども、それが止まらないということが、まあ、非常に不思議なんですが、まあ、上の方に誰かいてね、ずっとプリプリ、振り回してるんじゃないかな、なんて思ってるんですけども。まあ、その際ですね、そのずっとこの、ね、チェーンを振り回してる人の収入源というのが、まあ、いささか気になってくるんですけども。何なんでしょうね、このチェーンを振り回すことによって、何かしら、まあ、利益を得る人がいてですね、その人物から、まあ、給料が払われているっていうんじゃないかと、いうふうに考えるのは、まあ、想像に難くないところなんですが。じゃあ、どうなんでしょう。そのチェーンを振り回すことによって、収入を得ている人物、得をしている人物というのは誰なのかなと、思うわけでですね。これまあ実際ね、僕がこうやって今見てる分にはですね、こうチェーンを振り回すことによる利点というのはですね、まあ僕がちょっとびっくりして、まあカラスが死んでいくことぐらいなんですけども、このそもそもこのチェーン、揺れているチェーンに軽く触れているだけで死んでしまうカラスという存在自体がですね、よほど珍しい存在であると、私思いますんでですね、実際、まあ、カラスを始末することによって収入を得るという考え方はちょっといささか難しいんじゃないかなと、いうことを思ったりなんかしているわけなんですけど、で突破しましたですね。よいしょ。まあ、僕が喋っている間に、ポルテ、まだやんねや、お前。まだやるか。ここは難しいな。ここはむずや。ここはもう運や。まあ、あのピロピロがな。ピロピロが。あのピロピロがパリ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 ってな。なんてあのピロピロがパリ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 。ちゃんと言い直して。パリパリパリパピって言うたもんな。今の恥ずかしいわ。今のはないわ。あっちの方が難しいんやで。パリパリパリパピっていうのが、確かに難しいわ。あんな自然に言われへんわ。ああ、よかった。これ俺ほんま一人でやらんでよかった。一人でコントローラーでやらんでよかった。やっぱその辺やっぱこうさすがやな、俺のな。その、なんていうかこう、ちゃんとこう、動画作る前に考えてるっていうそこが。な、な。まあ、お前が寝てる間俺ずっとそのラジカセでそのアイディアを吹き込んで流しとったからな。お前にも。睡眠学習やったんや。今時ラジカセて単語が古かったな、ちょっと。何や、今の。ん？ああ。ドアっていうか、あれ、壁が落ちたことか。これな、俺思うんやけど、うん、3機ある状態で、うん、途中こう、何やろ。適度に死んだりしながら、抜けるのが一番簡単やと思う。なるほど。いや、今の死に方ちょっと意味ないけど。よっ。ここで死ぬやろ。なるほどな。ほんで、あ、なに？ああ。開けるだけ。鍵を手に入れた演出が遅めに来たんや、今。あれ、なんか名前みたいなんで出たから、ミニゲーム解放みたいな名前やったんじゃん。ミニゲームの名前。ちゃんとした数。区切りの数やったね。多分な。ここ騙されたな。うん。絶対崩れる思うやん。なあ。で、ここは左で正解かな。そうやな。いや、近づいてきたね。ほんまやな。ここを開けたら、てか、あのチェックポイントまで行ったら、セーブやな。やっぱセーブちゃんとせなあかんね。まったくね。ボキヒーフだな。そこまで砕けんでもええと思うね。てか、これなんやねん。なんやねん。てか、そこまで脆いものが重りになるの？
こ自由落下や。俺よう言ったな。一発で行けよったな。まあだから、コントローラーを使ってて余裕でしょうというその慢心、その気持ちが。よし。ここは勢いやろ。おらーほら。ダブルであかんかったな。結構、こんなとこから最下位か。よいしょ。よっ。よし。よし。おりゃーよしよしよし。はっ。なんでこんなとこでそんなかっこいいギミックやんな。あー、来た。はっはっはっ。ふぅ。鍵を取ってセーブ。チェックポイント行った今。ここやろ。よしよし。もうとりあえず一回セーブしとくか。あ、てか全滅したいんか。結局メニューって開き方わからんかった。わからんかったな。セーブゲーム。セービング。よし。リリートライ。この次か。一回もうこれで、もう一回、死んでみるか。ああ、このボケ。よしよし、大丈夫やな。俺、バイク野郎よりあいつに復讐したよ。ほんまやな。よしよしよし。16、7分ってどうか。よっしゃ。はい、じゃあ、このコントローラーは、役目終わったんで、ドーン！豪快な。